はい、アンディです。今回はライカ仲間の誠さんと一緒にですね、新宿を、ナイトスナップしてきましたので、まあ、その様子なんかをね、ゆっくりご覧いただこうと思います。まあ、撮影写真もそうなんですけども、好きな写真家の話だったり、YouTube チャンネルだったり、あとはね、ノールックスナップのやり方みたいな話とかね、結構盛りだくさんで出てますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは行ってみましょう。この辺りとかをなんかそうですね、ここら辺すごい素敵ですよ。もう一歩先行くとちょっと飲み屋さん街が過ぎて、はいはい、もうあの辺りからちょっと始めようかなと思ってます、うん、なんかちょっとイタリアのお店っぽかったりとか、ね、多分なんかピザ屋さんとかなんかです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 、そう昼間はちょいちょい撮ったことあるんですけど夜なくて、そうです、こっちってちょっと歌舞伎町よりも安全っていうか、なんかなので、で若い子たちが結構よく飲んでる風景ですよね。だからすごく素敵です。そう、三丁目いいですよね。はい。アンディさんはすごく影響を受けてる写真家さんとかいるんですか？はい、僕はソウルライターが大好きで、あ、でも、まあ、真似するなんてのはもうおこがましいのであれですけど、なんか誰と言われた時は今やっぱソウルライターの名前が出てきますね一番。あ、すごいですよね、あの頃のフィルムで、あの鮮やかなフィルムを作れるんだっていう。そうなんですよね。もうまあね、当時まだそのカラーがそんなね使い物にならないって言われてた時に、あれだけのことをある種革命を起こしてたわけじゃないですか。そうですよね。それも出さずに置いてたっていう。そうなんですよ。あの感じがすごいなと思って。そっか、ソウルライターが。そうするとじゃあ本当にまあ確かに、はい、ソウルライター色というか、あの赤の独特の赤とか黄色、色使いですよね。はい、憧れですね。あと雨とか雪とかのあのしっとりとした感じ。本当そうですよね。なんか最近もちょっとやってましたよね。あ、やってなかったんですよ。あ、そうなんですか。すごいショック、すごい良かったです。なんかソウルライターの家を、うん、部屋をモチーフにしてるっていうんですかね、なんか再現してたりとか。普段どこで撮るとかあるんですか？でも僕はやっぱり新宿とか、はい、海とか。あ、そうなんですね。ソウルライターもニューヨークで撮り続けて、そのあとこういったところに撮り続けた方が、何か自分のいわゆるこの光をここでこの時間で捉えられるとか、この季節感ならここだよなっていうのを映像一個持っておくと。確かに。強みになりますよ。もしやっぱりこの街が好きなんだなっていうのは安いので、とても海外の方も好きだし、日本の中心だけどちょっと品がある。はいはい、上品ですよね。新宿は逆になんかドロドロしてるとか、なんかちょっと怖さもある。混じり合った街ですよ。でもなんかちょっとちゃんと目を開けてみてたいっていうところが。そうか、街を主題にするのはでもいいですね。
ですか。いやでもノールックもいいっすね。でもノールックであんだけ取れるならすごい。最初にこの例えばスイッチを決めて、はい、うんうん、そうするとこの辺だなってやっといて、はいはい、もうそしたらそこで大体の距離のままで撮ってる。おー、へえ。それより近いなっていうと、うん、ちょっとずらしていく。あー、ちょっとカメラ向けると怖い時もありますよね。そう、ちょっとなかなかね、構えて撮るってやっぱ勇気いますよね。一声かけるかどうかの微妙なタイミングもありますし、私あの出てる写真も結構好き、臨場感出ますもんね。その瞬時に撮り失敗してもいいかなっていうのは、うんうん、バイカならではです、ね、きっと撮れるっていうだけで、ただすごくちょっと流れてる写真は多いです、うんうんうん、その辺の、ね、味というかアプローチですね。結構好きで見てますね。写真集を考察されるじゃないですか。あれがものすごい勉強になるなと思ってて。そうですね。渡辺さんはそのために宗教とか、うん、はいはい、哲学とか、うんうんうん、歴史とかそういったものを呼ばれてるんですね。なんか意外全部つながってるんだって。もちろん今の経済とか今の時代の問題とか、うんうんうん、被写体になりやすいですよね、街として魅力的な街なんかね。個性的な方も多いですよね、歩いてる人たち、まあ、海外の人もどうぞ。はい、ということで行ってきました新宿ナイトスナップ、いかがだったでしょうか。よかったらね、高評価そしてチャンネル登録なんかもしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。